これで私の話はおしまいです。あら、それでおしまい？そこからの2年間が楽しいんじゃないの？必要ね。どれだけ苦しみ葛藤したか。過去のゲームであれだけ語らせて、これ以上語らせる必要はねえ。魂が満たない家具たちの葛藤ですか？決闘はしたのです。決着もつきかけていました。しかし1986年という年はあまりに無慈悲が過ぎました。運命を呪ったろうな。はい、あと1年早ければ、あるいは遅ければ。決闘の勝敗は違う形ではあってもついただろうな。私は委ねる決断をしました。委ねる？先代当主より全てを受け継いだ儀式の時のように、私もまた奇跡という名の運命に身を委ねることを選びました。どの運命をルーレットが指し示そうとも、私はそれに従うことにしました。私は運命に抗わない。抗ったっていつだって運命は私に非情だったんですから。それで今度こそ私の告白はおしまいです。私の事件への動機はもう十分でしょう。これでわからぬならもはや語りません。どうせ私の心など誰もわからぬでしょうから。そうだな、もうそれ以上を語る必要はねえ。運命の袋小路に迷い込んだ私にとって、リオ、あなたがどれほどの希望であるかわかるでしょうか？私はあなたの別の可能性。あなたが幸せであることは妬ましく、そしてそれ以上に眩しくて嬉しいのです。あなたという未来がありえた今の私にはそれだけで救いなのです。私は、私の分まで幸せになってください。あなたに最後に会えてよかった。感謝します、ベルン・カステル卿。私はあんたの葬儀を執り行ってるだけ。感謝なんていらないわ。ではそろそろおしまいにしましょうか。亡者は亡者の国へ、そろそろ送り出されるべきだわ。私のお葬式なのですから、私はあるべきところへ。もう帰りましょう。そんな顔をしないで。そしてあなたが私でなかったことをどうか喜んで。私もまたあなたが私でないことを喜んでいるのですから。行きます、あなたの分まで。幸せになって、そして素敵な人と出会って、願わくばあなたが魔女として目覚めず、人間として生き、一なる魂を持って
愛するたった一人の人を愛し抜ける、そんな人生を送ることを願っています。はい、ウィルさん、あなたという傍観者に感謝します。あなたは私が本当に理解してほしかったあの人ではないけれど、私の心を救ってくれました。俺はお前を理解する心をないがしろにしねえ。ありがとう。私は理解してくれた素晴らしき傍観者のあなたに私の最後を委ねたいと思います。俺でいいのか？はい、私にとって大事なのは縁ある人ではなく理解してくれた人です。あなたは良き傍観者であり、私を理解してくださったたった一人の人。それで縁には十分です。わかった。私の心臓を名もなき素晴らしき傍観者のあなたに捧げます。リオン、下がりなさい。え、何が始まるんですか？ミステリーは探偵が引導を渡さなきゃ死ねないのよ。お前の心臓だけ止めればいいのか？死者を弔うとき、心臓だけを棺に納めますか？わかった。土より生まれたものは土に帰る。お前のすべてを土に返そう。土は土に、灰は灰に、塵は塵に、幻は幻に、そして夢は夢に。それでは始めましょう、私の埋葬を。いつでもいい。始めましょう。まるで私の最後のゲームの最後のように。真実と虚構を切って分ける気な。第一のゲーム、第一の場面、園芸倉庫、六人の死体。幻は幻に、土には帰れぬムクロが幻に帰る。第1のゲーム、第2の番、寄り添いし2人のムクロは鎖で守られし密室に。幻は幻に、幻の鎖は幻しか閉じ込めない。第1のゲーム、第4の番、密室書斎の老当主は灼熱の釜の中で。幻は幻に、幻の男はあるべきところへ。第1のゲーム、第5の番、悔いに胸を捧げし少年の最後。幻は幻に、幻想の魔女と悔いは幻想しか貫けない。第1のゲーム、第6、第7、第8の番、歌う少女の密室に横たわる三人のムクロ。幻は幻に、盲目なる少女が歌うは幻、密室幻想。お見事です。やはりあなたは素晴らしい。初めから危ういゲームだったな。もしもあいつなら
それでも死に顔を見たいと言って踏み入っていたならどうしていた。それが運命に身を委ねるということなのです。お前のルーレットというやつだな。続けましょう。第2のゲーム、第1の番、腹を裂かれし6人は密室礼拝堂に。幻は幻に、黄金の真実が幻の女王を閉ざす。第2のゲーム、第2の番、寄り添いし2人は死体さえも寄り添えない。幻は幻に、役目を終えたる幻はムクロさえも残せない。第2のゲーム、第4、第5、第6の番、夏日の密室にて生き残りし者はなし。土は土に、棺桶が密室であることに疑問を挟む者はいない。第2のゲーム、第7、第8の番、赤き目の幻想に切り殺されし2人。土は土に、幻は幻に、幻に生み出せるムクロはなし。第3のゲーム、第1の番、連鎖密室がつなぎし6人のムクロ。幻は幻に、輪になる密室、終わりと始まりが重なる。第3のゲーム、第2の番、バラ庭園にて親子はムクロを重ねる。土は土に、語られし最後に何の偽りもなし。第3のゲーム、第4、第5、第6の番、屋敷にて倒れし3人のムクロ。土は土に、語られし最後に何の偽りもなし。第3のゲーム、第7、第8の番、夫婦2人は東屋にてムクロを晒す。土は土に、明白なる犯人は無情の刃を振るいたり。第4のゲーム、第1の番、食堂にて吹き荒れ殺人の嵐。幻は幻に、黄金の真実が紡ぎ出す物語は幻に帰る。第4のゲーム、第2の番、二人の若者は試練に挑み共に果てる。幻は幻に、黄金の真実が紡ぎ出す物語は幻に変える。第4のゲーム、第4、第5、第6、第7、第8の番、逃亡者は誰も生き残れはしない。土は土に、幻は幻に、虚構に彩られし物言わぬムクロ。第4のゲーム、第9の番、そして誰も生き残れはしない。土は土に、幻は幻に、虚構は猫箱に閉ざされることで真実となる。散り際くらい、そうありたいと誰だって願うわ。では、最後の問いを。幻は幻に、約束された死神は魔女の意志を問わずに物語に幕を下ろす。
あいつはお前に会えたことだけが救いだ。そうだといいのですが。逃れられぬ袋小路の運命と自らを呪い諦めきっていた。そんなあいつにとってお前という幸せな奇跡に出会えたことは何よりもの救いになった。だからそんな顔をするな。お前にしちゃ粋な計らいだったな。私はアウアウから葬儀の取り行いを任されただけ。あんたという進行役を呼んで全てを任せただけだけれど。ありがとう、ウィル。ん？私がクレルに代わってあなたに感謝します。異なる運命の私の未練を全て断ち切ってくれてありがとう。お前はもっと頭を抱えて混乱すると思っていた。もう私は理解しています。私がいかに幸せに生きてきたかということを。何かの運命に翻弄され異なる世界を生きていたなら私は同じ運命の袋小路にいたかもしれない。しかし私はとてつもなく低い確率の幸運の中から今の世界に生きている。その価値と意味を教えられましたから。なに、意外そうな顔して。魔女にろくな奴はいないってのが俺の持論だったが、改める必要があるかもな。いいわよ、改めないで。私は退屈しのぎのためにあの子のゲームに乗った。そして負けはしたけれど楽しく遊ばせてもらった。あの子はそのゲーム盤を畳まずに行ってしまった。私は遊ばせてもらった霊と歯医者の務めとして最後の片付けを引き受けただけよ。てっきりもっとひでえことをすると思ってたが。ひどいこと？心をないがしろにした。もっとひでえゲームを見せると思っていた。ええ、ひどいゲームにしたわ。あの子がファンタジーだと称するゲームをあんたという探偵を連れてきてミステリーで終わらせたわ。魔女幻想は見事に砕け散って私のささやかな仕返しはおしまい。この絡まった恋の物語を絶対の意志で終わらせる。その絶対の意志に絶対の魔女が微笑んであの子を2日間だけの魔女にした。私はその2日間という限られた時間の中だけで無限に広がる万華鏡を楽しませてもらった。私は祝福しないから奇跡は起きない。でもその結末さえもあの子が望んだものよ。無限の物語は一体どの真実で本当は終わったんでしょう。さあな、それを決めつけないのが猫箱ってもんだ。開けば屋敷は跡形も残らず、エヴァを除いて誰も生き残らない物語。エヴァは何も語らず死んだ以上、すべては猫箱の中、有限の箱の中にしまわれる無限の可能性。こうして思うと彼女が生きてそして死んだ島そのものが黄金鏡だったのかもしれませんね。猫箱を黄金鏡と呼ぶならね。そしてその猫箱の中で考えうる最も楽しい物語をバトラは書いたわ。ベアトリーチェの棺に収められたその本か。そうよ、彼が思い描いた彼女が最も幸せな物語。とても楽しくて愛に満ちた幸せな物語でした。私もあの物語が棺には一番ふさわしいと思います。いや違う。え、クレルは言ったぜ。お前という存在が彼女の希望であり救いなんだ。お前がこれからも幸せであることが何よりもの救いなんだ。幸せに生きなさい。あんたはただそれだけで、あの子の奇跡なのだから。はい。彼女の分も、
幸せに行きます。よくこいつを見つけ出したな。あの膨大な海の中から、200何万高の中から探し出したのか。私ごときにできることなんてせいぜいその程度のことよ。これで葬儀はおしまいよ。約束通り結界は解いたわ。あんたが立ち去れば時間も元通りに動き出す。これでお役御免か。早く帰らねえとダイアナがまたカーテンを引っかき出す。短い間でしたがお世話になりました。アバよ、異なる幾百万の自分たちの代わりに幸せになりな。じゃあ私も消えるわ。さよなら、リオン。あなたにもお世話になりました。あなたに心ないことを言った気がします。申し訳ありませんでした。あなたは私にとても大切なことを教えてくれました。何か？うん、何も。感謝されるなんて100年ぶりだから、なんて返事をすればいいか戸惑っただけ。アウローラ、これで答え合わせには十分でしょ。これでわからないなら傍観者の魔女どもを集めてお茶会でも開いて、他の魔女の推理でも拝聴したら。私は意地悪だからこれ以上を詳しくはやらないわよ。考えぬ魔女はいない。なぜなら考えぬ魔女は死ぬか海の藻屑なんだもの。さあこれから戻って、あんたの推理がどの程度当たってたかを魚に一杯やりましょう。もう悪役も巫女も疲れたわ。私もこれでお役ごめんよ。じゃあね、リオン。そして傍観者の魔女たち。リオン、ここにいたのですか。探しましたよ。母さん、申し訳ありません。少し考え事をしていました。やっと雨が上がったみたいやな。いい天気みたいや。皆さん方、屋敷へ戻ろうじゃないかね。これでベアトリーチェの葬儀は終了だそうだ。お父さん、当主様は？今来るぜ。今日は散々だったな。親父の葬式ごっこに付き合うのも疲れるぜ。そんなこと言っちゃダメよ。大事なセレモニーだったわ。そうね、お父様にとって大切な儀式だったと思うわ。私お腹空いちゃったわ。ゴーダさん、何か作れない？はい、すぐにお茶のご用意をいたします。リオンはどこか。肩を貸せ。当主様、ただいま。今日は一日ご苦労だった。ベアトリーチェの葬儀はこれで終了である。はい、ベアトリーチェの魂もきっと救われただろうと思います。なぜそうわかる？さっきまで私はベアトリーチェと一緒にいました。そして彼女が未練なく旅立ったのを見届けました。だからわかります。私がそれを保証します。そうか、お前が言うなら間違いはあるまい。